はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日はあの外国人の親御さんをお持ちの方が、まあ、SFC の、 一般入試ですね。で、まあ、小論文とか結構かなり難しい日本語があるんですけど、そういうのがある中で、まあ、合格できるかっていうところをちょっとお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。あの外国人の親御さんをお持ちの方は、まあ、基本的にはその一般的な日本人の方よりも家の中ではその要は現地語を使っていることが多いので日本語に触れる機会が少ないわけですよね。で、まあ、そういった中で果たして本当にこうあの合格できるのかどうかっていうふうなところをちょっとまあやっぱり考えてやっていく必要っていうのはあるかなと思っていて、まあ、それを見ていてどういうふうな形でやっていくかっていうふうなところが非常に大事になってくると思います。で、まあ、外国人の親御さんをお持ちの方で今まで毎日学習会で普通にこう両方とも外国人の親御さんっていう方でも合格されている方多数いるんですけれども、一方でこう家庭内であんまりこうその日本語を使わないからそれを補うための工夫っていうのはやっぱりその一般的にはその親が両方とも日本人っていうその日本人の方のご家庭で生まれた場合よりも非常にこう気をつけて考えていかなきゃいけないっていうのは、まあ、紛らわなく事実としてあると思います。で、そこの部分をどういうふうに考えるかっていうお話をちょっとできればなと思います。で、まず大前提としてすごい大事なところが何かっていうと、やっぱりね、一つあるのは、例えば日経新聞とかいろんな本とか読むって、ただいろんな本読むって言ってもこれをもうあれを持って言ってもやっぱり忙しいしなかなか忘れてしまったりとか難しいところってすごくあると思っていて、まあ、ちょっと行動力量高いですけど日本経済新聞ってそういう意味ではすごいいいですよね。だってこうある程度そこの中に見ればどういうことが起きてるかとかって内容が分かってきて、でやっぱりかなりこう見えてくるものがあると思うんですよね。こうそれをどういう形でやるかっていうふうなところを考えれるっていうのはすごく大事な部分だと思うので、やっぱりそういったところをどういう形でやっていくか、まあ、その定期的にね習慣化しておく。毎日学習会も習慣化ですよね。毎日学習会やることによって毎日電話が来て小論文やってますかっていうふうに言われるから、あ、じゃあやらなきゃいけないなっていうことでやるわけであって、その習慣化の材料っていうのをやっぱりつけなきゃいけない。で、毎日学習会は毎日指導させていただいた場合が月々3万9600円プラスですよね。でプラス入会金が3万円かかりますから、ってことを考えれば日経新聞って安いですよ。だってあんだけの情報量があって、ちょっと私日経新聞と対談なんですけど、5000円ぐらいですか、どんな高くても。で考えたらめちゃくちゃ安いですよね。私はついでに言うと個人的にはあれです、ちょっとニュースは株をやってるので、楽天証券 の、 ニュース欄みたいなやつがあって、そこ一通り見てて、いわゆる金利とかそういうのをこうバーッと持ってて、そういうのをなるべく見るようにしてるんですけれども、やっぱりこう何かしらこう毎日そういうのを見るっていうふうな習慣をつけれるような仕組み作りっていうのをやっぱりしっかりやっていくだけで随分見え方ってやっぱり違うと思うので、そういった部分ですね、やっぱりこう習慣化してやっていくっていうところがすごく大事だと思いますので、これからやっぱりこうぜひ頑張ってやってみていただければなと思います。新聞ってのはやっぱりこう毎日毎日情報が入ってくるっていうところ、これがもう圧倒的に大きいの で、 それによっていろんな政策とかに関しても詳しくなってくるっていうところがすごくあるので、その新聞を読むっていう習慣をですね、当たり前のことのように思えるんだけど意外と大事な習慣なので、ぜひつけていただければなと思います。よろしくお願いします。